久高真理さんにスプーンをご用意しました。人間の力とは無限大である、まだ使われていないだけだと豪語した真理さんに、はい、スプーンを曲げていただこうと思います。ラジオでちょっと伝わりづらいので、誰でもできるっていうのをさ今開こうとしたら、それではあと10秒です。待って、それでは曲げていただきましょう。どうぞ。ちょっと YouTube なんか見れてない。いきます。はい、ちょ、力で力で力ちょっと待って、おい今ダメだろ、違うだろ今。ハンドパワー、何がハンドパワーだよ、今こうやって言ったぞ。ハンドのパワーだよ。おい違うよ、指一本とかで行くやつでしょ。力で言ったじゃん今。違う、力じゃないよ、ハンドのパワーだよこれ。俺でもできるよ。じゃあ